結局ね、僕はしつこいようだけど、去年もう一つ忘れちゃいけないことは、政権交代の前に小沢さんのスキャンダルがあって民主党の代表選挙があったんですよ。であそこで本当であれば、普通に選挙をやればおそらく畑山さんにはなってなかった。でも明らかにもうここで空白を作っちゃいけないとかっていう論理でゴリ押しで小沢さん主導で鳩山さん幹事長、小沢代表でその2人が決定してルールを全部決めて一気に1週間で後継鳩山っていうことで走っちゃったですよね。でそれでそこでその時に抵抗した人たちっていうのがほとんど今回は外されてるんですよね。枝野さんを筆頭にね、うんうん、でそれから、まあ、ただ岡田さんとかはそこで そこまで善戦したのでむしろ彼を論功行賞としてというよりも、うん、むしろ彼をあれですね、その取り込まなきゃいけないと、うん、で外務という政治力をほとんど発揮できない、うん、ほとんど日本にいない、うん、でまあ、今回こういう難問を抱えるポジションに、うん、まあ、外務にこう、うん、押し込んでですね、事実上封印したって形になってる。だから福山さんもその、まあ、そういうちょっとですね、うん、あれがあるという読み方ができるということでしょ。だから結局はそれがそういうことがここで実は全部尾を引いてるじゃないですか、うん、でそう見ると今の鳩山さんがもしかしたら宇宙人だけどこうすごい宇宙人かもしれないって説はほとんどそうです、ね、もう空想の世界で、ね、うん、で、まあ、もう例によって人間万事左右は馬なんでね、できるだけ早く劇場化して、できるだけ早くですね、人心一心にですね、つなげていただかないと、ちょっとまずいことになるかなと。つまり自民党、もちろん全然人材的にクソですから話にならない。民主党は、新しく議員になった人の大半は、まあ、ひよこみたいなもんなんで話にならない。まあ、簡単に言えば、今の民主党というそのプラットフォームというか受け皿を、台無しにすることができないんでね、その台無しにならない段階で、まあ、腐るものは早く腐った状態になってね、ちょっと変えなきゃなっていうふうにならないといけないなと、それが多分来年の課題なのかだったですね。ただもう今度は、うん、あの選挙のね、うん、あの総選挙の後の民主党というのは、うん、事実上もう小沢民主党なわけですよ。そうですね、3分の2、うん、近くの議員が、まあ、小沢派なんですね、うん、小沢派っていう状態なんですね。だからそうすると、まあ、小沢さんが意中の人物が、まあ、その鳩山さんの後継者になる可能性が高いと、うん、非常に。で小沢シルドネンはそれに合わせて投票する可能性が高いんで、いくら民主党の外で支持が高い人が多党が、うん、党の代表にやっぱなれないですから、でそこで変にその、まあ、その盾つくとですね、また外務大臣にされちゃったり、ね、うん、外務大臣にされちゃったりっておかしいな言い方だけど、外務大臣っていうのは政治的にはそういう意味では非常にかわいそうなポジションだったりするわけですよね。大変なのに、うん、ほとんどそういう意味での国内的な政治力が発揮できないし、ほとんど国外にいなきゃいけないという意味でね。だから、まあ、外務大臣にされちゃったりね、するし、でちょっとそう考えるとあまり来年も見通しは明るくないような気もするんだけど、ね、なんか明るい話ないですかね。いや、だからまあ7月参院選まででしょうね。その小沢さんがパワーリソースを持ってるのはね、結局参議院選があるから、その権力源泉が小沢さんに集中をすると、みんなやっぱ小沢さんじゃないと勝てないと、小沢さん以外には務まらないと思ってるわけです。でも参院選で小沢さん、ね、小沢さんの下で勝ったらさらに小沢シルドレンが増えて、うん、小沢さんの民主党内の政治力というのは、かつての自民党の形成会や、その、目標クラブ、その、何ですか、田中派をはるかに上回るものになりますよ。そうですね。なりますよ。だとすると、だから、なので、なさにそうなんですよ。なので、だから僕はね、ちょっとぐしゃぐしゃになって、その普天間の問題を一つのきっかけにしましてね、まあ、ダッチロール状態に入った民主党が、むしろ、その社民党を抱え込むことによって、その簡単に言えば政局を引き寄せてしまうと、でそれで参議院選を負け込むと、そのことによって、責任を取るなりですね、あるいは党内で離反する人が出てくるなりして次のステージに向かうっていうのが、まあ、あり得る道筋の一つではあるかなと。それはそれでいいんじゃないかと思うんですね、うん、宮田さん、その間にね、うん、民主党はだからたくさんの公約を、まあ、マニフェストを筆頭にしてるわけですよね、うんうん、それから野党時代にそのマニフェストにそのまま入らなかったものの、野党時代に繰り返し出してきている法案もあるわけですよ。例えば夫婦別姓、うん、ね、選択的夫婦別姓とかね、非嫡出子の、うん、相続差別撤廃とかね、うん、あれは、まあ、マニフェストには入らなかったですけれども、うん、もう何度も何度も法案を出してきているんですね、うん、
まあ、通らないって分かってて出してきてからが、いざ通るようになったら出すのやめますっていうのは今の状態なわけですよね、見てるとね。じゃああれはただのポーズだったのかっていう話にもなってしまうわけで、でその他にも、例によってメディアが取り上げたようなマニフェストの、アイテムだけやたら大きく注目が集まってますけど、それは子ども手当であったり、高速道路無料化であったりね、農業個別所得交渉であったりっていうようなメディアが選挙前にやたら取り上げたものばかりに今注目が集まってるけど、実際は、まあ、そのマニフェストだけでも、まあ、50、近くの公約があって、インデックスを合わせると200くらいの事実上の約束をしてるんですよね。で、ほとんどそれが今動いてないじゃないですか。何にもかかわらず、まあ、僕ら選挙前に、まあ、その政策をって言ってたんだけど、結局、まあ、例によって政局報道ですよね、これ言ってしまえばね。政局報道。それで、参議院選挙までに果たしてこの、全然それが実現しなかったっていうことが、批判を受けたりしないんでしょうかね。いや、まあ、幸い政治記者の頭がめちゃくちゃ悪いんでね、その政策を理解できないので、政策について報じることができない。だから政策についての、まあ、ネガティブ評価をね、まあ、国民がそうでなかったらあり得る程度には抱かないわけですよ、ネガティブな評価をね。でむしろ単なるイメージの問題、イメージの次元で、まあ、そのいわゆる、まあ、マスゴミがですね、左右するイメージのレベルで人々はやっぱり左右されるんだよね、どの道ね。だから、まあ、僕はやっぱ宇宙人問題で迷走していくと思いますね、間違いなく。やっぱり、まあ、まあ神保さんとずっと言ってたじゃないですか、本当に民主党に追い風があるときに全部お母さんのお金でしたとかって言ってりゃよかったのになと、本当に鳩山由紀夫さんが自分のパワーを www.videonews.com